キンプリの平野市要が王子様路線の葛藤を告白し、ファンの反応が分かれる。グループ脱退後の動向も注目される。5月22日、キング・アンドプスの平野市要がグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場を表明しました。その後、平野の雑誌での発言が注目を浴びています。特に、 彼がアイドルデビュー当時の王子様路線について語ったコメントが物議を醸しています。この記事では平野仕様の発言とその背後にある葛藤について探ります。平野の発言の発端は4月19日に発売された DV ガイド4月28日号に掲載されたインタビューです。このインタビューで 平ヤはキング・アンドプスのデビューシングルシンデレラガールについて、そしてその時期のアイドル業界での自身の心情について語りました。シンデレラガールは平ヤが出演した連続ドラマ花のちはれから花男 NEXT シーズンからの主題歌でした。この曲のミュージックビデオや音楽番組で平ヤは王子様風の衣装を着用し、王道のアイドル路線を歩んでいました。 この路線は多くのファンから指示を受け、グループの成功に貢献しました。しかし、平野は DV ガイドのインタビューで当時の王子様イメージに対する自身の感情について本音をとろしました。彼は当時はどこへ行っても王子様と言われて正直恥ずかしかったし、危機感を感じてました。 本人が一番王子様なんて自覚してないのに大丈夫なのかなって笑いと語りました。この発言がネット上で波紋を広げ、否定派と擁護派の意見が入り乱れています。否定派からはジャニーズファンの一部から平野の発言が批判されており、こんなことを言い残してグループを去っていくのはジャニーさんに対する冒涜だと思う。恥ずかしかったって何 平野の言葉はキラキラ王子様路線でデビューを目指している後輩にも失礼だしひどい自分が応援するタレントにこんなことを言われたらショックで立ち直れない王子様路線とか外野になったからやめるんだろうなといった厳しい意見が寄せられています一方用語派からは平野の発言は王子様と言われるのが気恥,恥ずかしいって意味じゃないの 別に王子様路線を否定しているわけではないと思う自分と世間のイメージとは乖離があるっていうことじゃないの本人も王子様なんて自覚してないのに大丈夫なのか、なと言っているし自分はマイナスな意味だと感じなかった。言葉のチョイスの問題かな、シンデレラガールを大切にしていたことは伝わっていたし、間違いなくアイドルを全うしてくれてた。 と、平野を擁護する声も存在します。また、平野自身は以前から王子様の自覚はない、と述べており、アイドルとしての自身のキャラクターと王子様、路線との乖離を指摘していました。彼は過去に放送されたテレビ番組で、アイドル業界について率直な思いを表現しています。番組内で、平野は、うさ耳をつけた際に、俺は21。 年になってもこういうことをするのか。いくつまでこれするんだろう、俺。と疑問を停止アイドルとしての自身について葛藤を語りました。スタッフからいつまでアイドルでこれやるのかって言ってたじゃないですか。そういう風なこと考えるんですかと質問されると平野は考えます。ね。本当俺、アイドル向いてないんですよ。歌ったり踊ったりするのは楽しくて好きですけど。 やっぱりアイドルって、それだけじゃダメじゃないですか。胸キュンのセリフを言ったりとか、めっちゃ苦手なんですよ。俺、割と僕、勘らしい人に憧れてたり、勘らしいねと言われる方なんで、うさみカ勘らしい人するのかなみたいな、と述べました。このような発言から、平野が王子様路線に対する複雑な心情を抱いていたことが伺えます。 彼は自身のキャラクターを活かした方向性を模索し、新しいアイドル像を追求していました。平野はその後もマジックタッチというシングル曲で王子様路線からの脱却を図り、ダンスパフォーマンスによって新たな表現に挑戦しました。彼はメディアのインタビューで王子様イメージの払拭を目指していることを述べており、自身の成長と変化を示唆していました。 平野はグループを脱退する際にも王子様、路線との葛藤について言及し、自身のアイドル像に対する独自の考えを示しています。彼の発言からは、アイドルとしての活動における苦悩や成長が伺えます。グループ脱退後の平野の活動については明確な発表がなされていません。 彼の今後の道はまだ見えていませんが、平野市用のアイドルとしての葛藤と成長は、ファンやメディアの注目を集め続けています。平野市用のグループ脱退に伴い、彼の過去に語った王子様、路線に関する発言が物議を醸しています。彼のコメントには、アイドルとしての自己肯定と周囲の期待との間で揺れる複雑な心情が見て取れます。 一部のファンからは批判的な声が上がっていますが、彼の葛藤や変化を理解する用語的な意見も存在しています。平野の今後の活動には注目が集まっており、彼のアイドルとしての成長と進化を見守るファンが多くいます。